ねねってなるかとかってかたねりいやー大きな機械だね。それ何？宇宙救命ボート。例えば地球が爆発するような時これに乗って逃げ出すの。地球が爆発するの？いつ？どうして？違うよ。いつ何が起きても使えるように手入れだけしておくってことだよ。なんだ。操縦席がないよ。どうやって動かすの？全自動なんだ。一人でに人間の住める星へ連れて行ってくれる。へー、一つだけボタンがあった。どこかの星へ着くまでは止まらないんだから。星が見えなくなった。ワープで超空間に入ったんだ。つまり近道してるんだと思ったらまた星が出てきた。目的地が近いらしい。あ、多分あれが目的地だ。なんて星だろう。なんだかものすごいスピードだけど。大丈夫、全自動で安全に。わー！戦い。ほら、安全に着いた。どこがだよ。とにかく早く地球に帰ろうよ。そうしよう、このボートで簡単に安全に。あら、いや、どうするんだよ、こんな得体の知れない星に来ちゃって。元はといえば、君がボタンを押したからだ。なんだこんなの。人間だ！人間がいた！助けたよ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 ！まあ、地球という星から？宇宙救命ボートで。お気の毒。じゃあ、もう地球は爆発しちゃったのね。いや、無事です。ん？それじゃなぜ？もうバカバカしくてお話にも何にも。じゃあボートが治るまでよかったらうちで暮らさない？懐かしい地球よ、我がふるさとよ。今はもう遥かに遠い思い出の星なんちゃって。地球はあの星だろうか、それともあれかしら。ママ心配してるかな。夕食のおかずは何だったろうね。ねえドラえもん、修理で忙しいんだ、黙っててくれ。手間取りそう？さあ、でたらめにいじってみてるんだ。永久に治らないかもしれない。え、そんな無責任だぞ。こうなったのは誰のせいだ。大丈夫ですか？大丈夫、ちょっぴり膝をかすっただけだ。あなた相手は分かっている。いよいよシンジケートが本性を表してきたんだ。シンジケートって？いくつかの組織の集まりのことだが、つまりはギャングどもさ。この町ではギャングどもがはびこって悪事のし放題なんだ。力が強すぎて
警察もうっかり手が出せない。そんな、僕は新聞記者だから奴らを追放しようと市民に呼びかける記事を書き続けた。奴らにはそれが目障りで、あの手これ手で僕を黙らせようとしているんだよ。あなた、危ないことおやめになって。バカ言いなさい。そんな態度がギャングどもを突き上がらせるんだ。僕はあくまでも戦い続けるぞ。えらいパパだね。え、この星にも学校があるの？一緒に行きましょう。また今度にする。そう、行ってきます。なんて卑怯な奴らだ。娘を誘拐した、無事に返してほしければこれ以上シンジケートのことを書くな、だと。なんて悪い奴らだ。許さない。どうなってるの？わかったよ。この星へ着いた時から変に体が軽いと思ったら、重力が地球よりずっと弱いんだ。うわあ、だからコンクリートなんかも柔らかい、強くする必要がないからだ。この星の人たちは地球人に比べて力も弱いと思うよ。重力が弱ければ筋肉も強くならないから。ってことはこの星では僕ら、とにかく警察に。無駄だよ。安心してください。実は僕ら地球から来たヒーロー、のび太マンです。これからお嬢さんを助けに行ってきます。え？じゃあ行くよドラえもん。オッケー、タロー。空を見ろ。飛行機よ。タヌキだ。僕はタヌキじゃない。あのビルだな。よし。なんだなんて。なんだお前らは。正義の味方、のび太マン。とドラえもん。あの子はどこだ。今すぐ返せ。箱へ乗り込んでくるとは命知らずめ。ガキでも許さねえぞ。やれ。
あの子はどこだ。地下室です。急ごう。ビルなんかまるで発泡スチロールだ。えい！少年だろう。いやついに警察も動き出したらしい。どうかいつまでもこの星で暮らして正義を守ってください。いや大したことじゃないです。地球でジャイアントしょっちゅう戦ってますから。のび太マンの映画化も決定し、キャストはなん？本日はここに、のび太マンの僕たち英雄にされちゃった。うん、地球じゃ考えられないことだね。もしもどうしてもボートが直らなければ、ここで暮らしてもいいんじゃないかな。僕もそう思ってた。思えば何気なくこのボタンを押したばかりに。終わんないのか。相変わらずのロマだな。おい、早くしろ。ドラえもんがボートを直したりするからだ。